これからアイビスペインと絵たより動画塾を始めます。今回は26年度絵当のお馬さんの簡単に描く方法と表情について行います。まずレイヤーを追加しますので、ツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップして、続いてツールバー左上の黒い横バーをプラスをタップして7枚ほど増やしておきます。そして下絵の描く7のレイヤーをタップして閉じます。続いてツールバー一番左のツール選択ボタンをタップしてブラシを選択して閉じます。続いてブラシ選択ボタンをタップして G ペンハードを選択、続いて右側のスライダーの設定をします。入りの太さは 100%、 抜きの太さ 100%、 先端部の不透明度 100% で設定してください。続いて腕の太さですけれども、9.0 ピクセル前後で設定します。皆さんはお好みに合わせて自分の好きな太さで設定してください。続いて不透明度は 100% に設定してください。設定が終わりましたら閉じます。続いてカラー選択ボタンをタップして、下絵ですので黒を選択タップして閉じます。それではまず表情はレイヤーを変えますので、輪郭だけまず大きく変えてみます。顔の方は卵を横にするような感じで、少し斜めにするような感じで、続いて耳を描きます。そして、このようにして毛を描きます。前だれの毛を描きます。書きにくい場合はピンチインして拡大してこのようにして書いていただいても結構です。そしてこのように少しはみ出している場合はツール選択ボタンの上に切り替えボタンがありますので、消しゴムを選択タップしてこの部分を消していただきます。そしてまた切り替えボタンをタップしてブラシを出します。続いてお鼻の部分をこのようにして描きます。このようにしてお顔を描いておきます。